船舶模型。船舶模型とは、船舶の形状を模した模型である。鑑賞用のものや RC 装置で運転を楽しむ、趣味用のほか、造船会社が完成品を見せるプレゼンテーション用、水槽で実験用、ミニチュア撮影に使用するものなどがある。小舟を対象とした小舟模型や、ボトルシップは一つのジャンルを形成している。 日本では教育の観点から普及が進められたため、模型航空機、模型航空教育と船舶模型は学習教材とみなされていた。模型ヨットの起源は、小舟時代に造船所が製作、売却した当該小舟の模型を注文主に贈呈したことに始まると言われるから、数百年の昔になる。模型ヨットの競技が始まったのも、 r c の登場よりも100年以前である。模型ヨットの性能は、線形と搬送で決まるが、共に流体力学の範疇であり、造船工学や空気力学の分野で長年研究されてき、抵抗が少なく早く構想できる船型については、長年研究され、優秀といわれる設計図が発表されている。その線形を正確に再現するために、 以下のような製作法がある。伝統的な製作法。よく枯らした節のないパイン、ホワイトパイン、ホワイトシーダー、マホガニーを使う。両方とも、各前後位置の断面ゲージを当てながら削っていき、中をくり抜く。実物と同じように、キール、竜骨とフレーム、肋骨骨組みを作り、それに外反を貼り付ける方法で、熟練者向き。熱化塑性。 あるいはグラスファイバー補強型のプラスチックを使い、粘土または石膏のお姿の外側に貼り付けて作る。また、規制の船体をお姿としてメス型を作り、その内側に貼り付けるとコピーができる。模型船がカッター型でない場合は蒸気の船型下側に実物ヨットと同様に株に鉛の重水を入れたフィンキールを取り付ける。任意であるが、 スクーナー型とスループ型が多い。競争用の場合は単純なスループが好まれる。RC 以前には風向きや船体の傾きを感知して操舵する自動操舵システムが使われていた。模型ヨットは舵事を固定して操舵を行わないと風に生態してしまう傾向がある。風上に向かう搬送では比較的振動を保つが、 追い風になると蛇行が止まらないのでそうだが不可欠で以下の方法が使われる。これらは RC 以前に100年くらい使われていたが適当なセットを行うことは極めて微妙な技術である。風圧で船体が傾くのを利用して舵本体または舵の柄についているおもりが傾きの下側方向に動き舵を切る方法。おもりの分量や取り付け位置。 モーメントアームの大きさによって適当な効き方に調べする。イギリス圏に多く風上方向コースに向く。メインシートとは主犯の角度を調整するロープで引くとブームを引き寄せて主犯の向きを船体の前後方向に近づける。風圧が強くなるとブームは外側に押し出されメインシートは引き出されて船体は風上に向けられる。 このメインシートの引きを使って、舵を風下に切れば、船体の向きを修正できる。このメカニズムは、風の変化に応答しやすいように、リターンスプリングを備えている。アメリカ圏で多用され、追い風の時の歩張り性が良い。主犯の代わりに、独立した風見、ペーンを取り付け、そのなびき方と舵を連動させると、より正確な操舵ができる。風見は、 バルサ材のような軽い木材で作る。この方式は風上に向かうコースの場合と風下に向かうコースの場合と2種類の基本セットがある。実物ヨットでも長距離直線構想の場合の自動操縦に便式を利用することがある。蒸気の各方法は併用、保管される。船舶模型の分野の一つとして艦船模型がある。艦船模型は 船舶模型の一分野ではあるが、愛好家の間では、船舶模型は主に民間商船を扱い、艦船模型は軍艦の模型を扱うように明確に区別される。1-700のウォーターラインシリーズ、シーウェイモデルシリーズをはじめとして各社から発売される。ネイビーヤードや艦船模型スペシャルのような専門誌も刊行される。各地の海事博物館等に展示される。 近年は艦隊コレクション艦これからや青木鋼のアルペジオ等の影響で売り上げが増えている。ラジコン船舶模型、またはラジオコントロール模型ボートとは、ラジコン以降 RC と表記装置によって遠隔操作されている模型ボート、船舶である。船舶の無線操縦の歴史は古く、ニコラテスラが19世紀末に小型無人船の無線操縦の実演を行っている。 テスラはジョン・ヘイズ・ハモンド・ジュニアと共に無線操縦の研究を進め、1898年7月1日にこの発明の特許を取得した。普通のホビー活動には電動のスポーツボートが多い。高高速度は宣伝分にある15マイル H よりはかなり低く、1回の充電による航続時間は10分以下である。この種のボートは模型点。 小売量販店などで玩具として販売されていて、使用者は性能向上の目的で改造することが多い。エンジン付けボートに比べると静粛で低速なので、一般の湖や池でも受け入れられる。ファンは、この種のボートで入門し、工術の高速電動ボートや、内燃機関搭載ボートに進む。スケールモデルのボートとは、実物の船舶の縮小模型である。 手に乗るくらいの小さなものから1 0 0ラム以上の巨大模型まで様々な大きさがある。原型の図面や写真に基づき正確に制作されるが作者のイメージや空想によって改造されることも多い。潜水艦のスケールモデルもある。メーカーからキットで販売されているものや実物の図面をもとに愛好家が作る場合もある。制作には 精密なものだと余暇を利用して作った場合数年かかる例もある。他チャンネルの RC 送受信機を使用し、エンジン音やサイレン等のサウンドや放水等のギミックを搭載しているものもある。外輪船やシュナイダープロペラ等実物同様の推進機を取り入れたものもある。映画等の撮影に利用されるものもある。小舟とは、帆に作用する風の力で推進される船舶である。 模型ヨットは操縦者の手持ちのマルチチャンネル発信機と船に乗せた受信機によって操縦される。発信機の2つの操縦桿を動かすと、それぞれの信号がある周波数の電波に乗った別のチャンネルで送信される。周波数は操縦者、ボートごとに割り当てられ、複数の船が同時に操縦できる。戦速では受信機が 蒸気の信号を受けて解読し、接続されている二つの電池式モーターあるいはサーボを動かす。サーボの一つは、メインセール、ジブ、前穂の角度を同時に変更して、穂の向きを操作する。他のサーボは、火事の角度を変えて、船体の向きを操作する。模型ヨットの競技搬送には、未定と同様に、イサフ競技規定によって管理される。同規定のアペンディックス E に、 RC スポーツのための特別規定がある。イサフ規定では4種の RC 模型ヨットの競技を定めている。以下、大きさ順、正代に説明する。以上の競技級に対置される環境に優しい入門種目としてボトルボートがある。これは清涼飲料の空きボトルの先端にゴミ袋の方を付けた廃棄物利用のものである。 国際模型ボート協会、北米模型ボート協会は、オットコース、競技規定、やり方などを定めている。国内、国際競技とも、直線と周回の競技コースが使われる。RC 競争艇は、高い最大速度と操縦性を目標にしている。水面に任意に部位を設置して周回コースを作るから、様々な走り方に高速で対応できなければならない。一般的な周回コースは、 長さ330フィートの直線を半径35フィートの円弧で繋いだ楕円で一周が1、6マイルになる。直線の速度記録を競うために直線コースもある。ボートは出発ラインとゴールラインで光電式に掲示され、その時間差と両ラインの間隔で速度が計算される。短距離、高速型のレース、電動艇のレースは静かな湖水などで行う。 電動艇の速度は時速 80km、航続時間は10分に達し、直線100ヤードのスプリントレースでは内燃エンジンと一緒に競技している。原動機や船体の形式によって何十種にも細分されている。原動機には電動、グローエンジン、蒸気機関、ガソリンエンジンなどがある。船体の形、船形には モノハイドロプレーンカタマランアウトリガーエコなどがある。競技級は以上の区分に加えて、動力用電池の形式や本数、エンジンの大きさ、工程容積など、細かい線形、区分、プロペラの位置、水没、水面などによって、さらに細分される。蒸気の動力で駆動される推進装置は、水中のプロペラ、空中の飛行機用、プロペラ、水中ジェットなどである。 通常は、次の2種類のチャンネルで RC 操作する。一つは、火事、船外機、船尾推進装置の向きを変えて、船の進路をコントロールする。他は、スロットルの操作によって、船の進行速度をコントロールする。スケールモデルの場合は、実物らしさを演出するために、蒸気に加えて、無敵を鳴らし、レーダーアンテナを回転させるなどの追加操作を行う。また、 高度に発達した競技ボートでは、競技走行中に空気と燃料の混合比を調整し、プロペラの高さ変えて推進する角度や水没の程度を調べしている。工作の難易によって次の3種類に区分される。操縦者がモーターボートに乗って模型ボートを追走しながら会場を何キロも走行させるレースもある。様々なクラスの模型ボートが同時に走行し、ケージによって 各クラスの順位を決める。このような外要レース艇のエンジンは、内燃機関が扱われる。r c が普及する前には、ーコンのように柵をつけた、周回走行や、自由走行が行われていた。柵付き周回速度の記録は、時速 260km に達しているが、走行条件が違うので r c ボートの記録はそれに、及ばない。軍艦の r c の楽しみ方の一つに、 実際に弾丸を発射して回線を行うがある。弾丸は BB31673214 サイズのボールベアリングでガスによって相手艦に向かって発射される。この競技のスケール軍艦は危険のない程度の弾丸でも穴が開くようにバルサバリで作られ修理しやすい簡単な構造である。競技によって常に沈没するわけで 浸水を組み出すビルジポンプも備えている。スケールモデルのタグボートの推進、ソーダシステムは実物通りに再現されることが多い。例えば、通常のプロペラと火事ならば、軸数、枚数は実物通りであり、ベッカー砲の火事、コルト型ノズル、ショッテル、ゼットドライブ、シュナイダープロペラなども原型に合わせても経過される。タグボートの競技は、操船による、 運動の実物らしさを採点する。運動はタグボート単独の場合と端気を引いた場合と両方が採点される。模型タグボートは正確な運動性を利用して撮影カメラを搭載することもある。国内外のメーカーから発売されている。国内ではトイラジとして赤外線や電波で操縦するものが複数ある。日本国外のメーカーでは 本格的な実物同様の構造を持つものもある。国産でも一部のメーカー製品にはトイラージでもトリムタンクを備える本格的なものもある。愛好家が作ったものの中には水中映像撮影用のビデオカメラを搭載できるものや巨雷や水ロケット等による弾道ミサイル発射等のギミックを備えるものもある。先行打を使用して全身時に潜るものや垂直上下用のスクリューを 使用するものやトリムタンクを使用するものがある。近年は各地で競技会も開催される。通常の船舶は推進機としてスクリューやウォータージェットを使用するが、プロペラボートはプロペラを使用して推進する。このため、喫水線が浅いために、故障地帯や海藻などの多い浅瀬等でスクリュー、絡まる、恐れのある場所でも航行できる。空気を 船底から吹き出すことにより浮上して航行する。抵抗が少ないため、高速航行に適しているが、燃料の消費が多く、うるさい。あまり多く乗せることができない。一部の愛好家の間では、ガレー船や、手漕ぎボート等も作られている。旋回時に操舵機構によるものと左右の推進力を変えるものがあり、後者の方が難易度が高い。また、手漕ぎ船の一種として、 貝やロデコグものもあり、こちらは気候がやや複雑である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。